1番、女の学生と先生が話しています。女の学生はこの後何をしますかあの、先生、来週の発表の資料見ていただけましたかああ、あれね、見ましたよ。前に言った表の数字の間違いも直ってましたし、良かったと思いますよ。 他に直した方がいいところはありませんでしたか。そうですね。全体的にもう少し字を大きくしたらどうですか。その方が見やすいと思いますよ。わかりました。それ以外はグラフもわかりやすかったし、説明が足りないところも特にありませんね。女の学生はこの後。 何をしますか?。二番。大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生は。 何をしなければなりませんか木村さん今度のゼミの旅行木村さんが係りだよねどうなってる泊まるところは決まったはい去年と同じホテルを予約しました会議室も取っておきましたそうあそこの会議室広くていいよね今年もバスで行くのはい 一台予約しました。バス、去年は小さくて大変だったから、今年は少し大きいのを借りた方がいいと思うよ。そうですね。じゃあ、大きいのに変えます。うん。それから、先生には日程、もうお伝えしてあるよね。もちろんです。女の学生は、 何をしなければなりませんか。三番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、 この後どうしますか今日の授業の発表すごく面白かったよ本当ありがとう参考にしていた本どこで見つけたの伊藤先輩に借りたんだこの大学の図書館にはなかったしこの辺りの本屋にも売ってなかったんだ僕も借りたいな伊藤先輩に電話して聞いてみようあ今松田さんが借りて読んでるよ。 次も借りたい人がいるって言ってたから読めるの随分後になっちゃうね。そうなんだ。早く読みたいな。確か森先生が持ってらっしゃると思うから聞いてみたら順番を待ってたら1ヶ月はかかっちゃいそうだし。さっき研究室にいらっしゃるのを見たから今から行ってきたらそうだね。そうしてみるよ。 男の学生は、この後どうしますか四番女の人と男の人が電話で話しています。女の人は、 この後まず、何をしなければなりませんか。はい、田中印刷です。もしもし、桜デパートの佐藤と申しますが、林さんはいらっしゃいますか。申し訳ありません。林は今、外出中なんですが。では、伝言をお願いできますか。お願いしていたパンフレットができたと伺ったんですけど、早く見たいので、ファックスで送ってほしいとお伝えください。 桜デパート様のパンフレットですね。林から聞いております。そうですか。では申し訳ありませんが、ファックスお願いできますか承知しました。では早速。あ、それから、パンフレットは100部お願いしているんですが、全部郵送していただくことになっていますよね。はい。その件なんですが、なるべく早く欲しいので、すみませんが明日。 持ってきていただけませんか。わかりました。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか。 5番ギター教室で男の人と受付の人が話しています。男の人は来週の火曜日に何を持ってこなければなりませんかあのすみません。ギター習いたいんですけど。はい。ではこちらの教室についてご説明します。どのクラスもレッスンは週に1回で。 レッスン料が1ヶ月6000円です。あと、会員になるときに4000円いただいているんですが、今ちょうど特別期間中なので、来週の火曜日までに会員になっていただければ、4000円は無料になります。そうですか。できれば今日申し込みたいんですが、お金は後でもいいですかはい。 火曜までに払っていただければ結構です。じゃあ、お願いします。火曜日なら来られますから。あの、その日からレッスン受けられますかはい。あ、レッスンの時にはギターが必要ですが持っていらっしゃいますか予約していただければ、教室にあるものも使っていただけますよ。あ、ギター持ってるんで、自分のを使います。 それでは火曜日お待ちしています。男の人は来週の火曜日に何を持ってこなければなりませんか。 6番教室で先生が話しています明日の朝学生はどうしますか明日の授業について連絡します天気予報によると明日の朝は大雪になるそうですそれでバスや電車が動かない場合は学校は休みになります明日授業があるかどうかは 朝6時までに学校のホームページでお知らせします。皆さんにメールや電話で連絡しませんから必ず確認してください。学校には直接電話をしないでください。また、今日の午後5時から明日の朝8時半まで学校の中には入れません。今日は早く帰宅してください。 明日の朝学生はどうしますか一番。 男の学生と女の学生が話しています。男の学生は高校生活で何が一番いい思い出だったと言っていますか男の学生です。 もうすぐ卒業だねこの3年間いろんなことがあったね山本君は高校生活で何が一番いい思い出だったうーんそうだな相撲部に入って一生懸命練習したことアルバイトをして自分でお金を稼いだこといろいろあるよそうなんだ森さんは私は 夏休みに友達と旅行をしたことも楽しかったけどやっぱりクラスで映画を作ったことだよああそれがあったねうん僕もそれが一番いい思い出だよ男の学生は高校生活で何が一番いい思い出だったと言っていますか 2>, 2番。会社で女の人と男の人が話しています男の人は新しい社員はどんな人だと言っていますか と営業部に新しい人が入ったんだってうん営業の経験はないらしいんだけど明るいし営業に向いてるのかなって思うよ佐藤さんって言うんだけど元気な人だよそうとにかく声が大きいんだよ学生時代にスポーツをやってたんだって毎朝大きな声で「おはようございます」って部屋に入ってくるんだそうなんだ。 商品についての知識はまだまだだろうけど真面目だし勉強すればすぐにいい仕事ができるようになると思うよ。僕も先輩として丁寧に教えてあげたいって思ってるんだいい人が来てくれてよかったね男の人は新しい社員はどんな人だと言っていますか 3番女の人と男の人が話しています男の人はどうして子供と料理をすると大変だと言っていますか 山田さんお子さん何歳になりましたか十歳になったよ最近は料理に興味を持ち始めてね僕も料理が好きだからよく一緒に作るんだけど大変だよああお子さんと一緒だと時間かかっちゃいますよねそれに包丁で手を切ったりして怪我をしないか心配でしょういやそうじゃないんだ 本の通りに作ろうとして、香辛料や調味料、材料とか全部買いたがるから、結構お金がかかっちゃうんだ。ああ、そうなんですか。うちは夫が料理すると台所を汚すから困っちゃうんですよ。男の人はどうして子供と料理をすると大変だと言っていますか。 4番、バス停で女の人と男の人が話しています。二人はこの後、まず何をしますか バスがああ行っちゃったこの辺バスの数少ないから次のバスまで1時間もあるよこんな寒いとこで1時間も待ちたくないなタクシーも全然来そうにないですね歩いたら駅まで1時間以上かかるだろうなええー、ああそこに食堂があるあそこに入ろうはい 食堂からタクシーを呼びましょう。いや何か食べてるうちにちょうどバスの時間になるよそれもそうですねタクシー呼んでもここに到着するまでに結構時間かかりそうですしね2二人はこのあとまず何をしますか 5番、薬屋で女の人と店員が話しています。女の人はどの薬を買いますか すみません、子供が虫に刺されて薬を探しているんですが、とてもかゆいみたいなんです。子供用の薬ですね。お子さんはおいくつですか？4歳と1歳2人なんですが、ああ、1歳のお子さんだと使っていただけるものがクリームタイプのものしかないんですよ。じゃあそれください。あの4歳の子もそれ使えますか？ええ、使えますが。 ちょっと効果が弱いんですよね。4歳のお子さんだと液体のタイプと貼るタイプがあります。貼るタイプなら痒いところをかけないので傷が広がりませんよ。じゃあ4歳の子のはそれにします。いつも書いてしまうんで困ってたんです。女の人はどの薬を買いますか？ 6番電話で女の人と車を修理する工場の人が話しています女の人はどうして電話をしましたか ももしもしはい桜自動車ですあの先週車のハンドルの具合が悪くて修理してもらった鈴木ですがはいいつもありがとうございますどうされましたかあのさっきちょっと車に乗ったんですがエンジンの調子が変な音がしてるんですそうですかハンドルの修理をお願いした時ついでにエンジンも一緒に見てもらったんですけど 修理代にはエンジンのチェックの料金も入っていました。申し訳ありません。もう一度チェックしますので、今から車を取りに伺ってもよろしいでしょうか。ええ、お願いします。他にも気になるところはございますか。一緒に見ておきますが、ブレーキはどうですか。あ、問題ありません。わかりました。では、伺いますのでよろしくお願いします。 女の人はどうして電話をしましたか。一番教室で先生が話しています。明日の遠足ですが。 お弁当は途中買う店がないので必ず持ってきてください。それから山の天気はとても変わりやすいので傘やレインコート、帽子、上着などを忘れずに準備してください。山登りがしやすいように荷物は一つにしましょう。それから遠足の予定の紙がありますね。こちらも忘れないように。 先生は、主に何について話していますか ?1、1> 明日の持ち物 2>, 2、明日の天気3、山登りの仕方4、遠足の予定 2番 2> 大学で男の学生と女の学生が話しています凛さんあさってのゼミの話し合いのことなんだけどああ来月の調査のうんあれ3時から5時までだったよね実はちょうど同じ時間に中村先生に研究室に呼ばれちゃってね 夜遅くまでかかりそうなんだよえー、係を決めるから全員出席ってことになってるよごめん今から他の日に変えてもらうのは無理だろうし係は何でもするから決まったら教えてうん分かった男の学生が言いたいことは何ですか 1, 1話し合いの時間を変えてほしい 2, 2話し合いの日を変えてほしい3話し合いに遅れる4話し合いに出られない 3番テレビで男の人が話しています最近人気を集めている米ピカリという新しいお米このお米はインターネットで注文を受けて消費者に直接届ける方法で日本全国に売られていますテレビコマーシャルなどの宣伝もなくここまで名前が広く知られるようになったのは 生産者の人たちがおいしいお米を作る努力をされたことはもちろんですが買った人々がインターネットでこのお米を食べた感想を伝えたことが大きいようです男の人は何について話していますか <S 1, 1 <S この米の味がいい理由 2. この米が有名になった理由 3. この米を消費者に直接届ける理由 4. 日本の米の消費量が多い理由 1一番、結婚するので部長に知らせます」「なんと言いますか?」「1」「結婚されるそうですよ」「2」「結婚式には必ず伺います」「3」「今度結婚することになりました」 2>, 2番、エレベーターが動いていません。後から来た人に何と言いますか ?1、1> お先に失礼します。2>, 2、動かないでくださいね。3、今、使えないようですよ。 3番友達のコートのボタンがありません友達に何と言いますか一、ボタン取れてるよ二、2> 2ボタンこれなんじゃない三、ボタンもらっとくね 4番、図書館です。イヤホンの音がうるさいかどうか聞きたいです。隣の人に何と言いますか ?1、音大きくしましょうか 2>, ?2、音気になりますか ?3、3> 音きちんと聞こえますか い番。いらっしゃいませ何名様ですか 1, 1中山と申しますにもう一人来るので3人です 3, 3 1>, 1人1000円ずつです 2番木村さんよろしければこのあとお食事でもええ行きましょうどうもごちそうさまでした 3> 3どうぞ遠慮なさらずに。 3番「あのすみませんこのペンちょっとお借りできますか?」「1」あ「あお使いください」「2>, 2」「すぐお返しします」「3」「大変結構です」 4番田中さんこの書類なんですが見ていただけませんか1いいですが何の書類ですか 2, 2一緒に見に行きませんか 3, 3今ご覧になっています 5番、駅前にできたラーメン屋に行ってみない美味しいらしいよ。1、どうしても行けないの 2>, ?2、私も行きたいと思ってたんだ。3、3> 食べに行ってどうだった 6番、佐藤くんのおかげで会議の準備早めに終わったよ。1、また手伝うからいつでも行って。2、2> 手伝ってくれてありがとう。3>, 3、何から始めればいい 7番隣のクラスの山田くんマラソンで次のオリンピックに出ることになったんだって1そうなるといいね 2, 2あと少しだったのにね 3, 3みんなで応援しなくちゃね 8番、松本さん部長への出張の報告はもう済んでるよねえ報告しなくてもいいんですかすみません朝からずっと会議に出てたので 3> 3おとといお戻りになりました 先輩昨日面接受けたんですけど予想外のこと質問されちゃったんです予想が当たっちゃったんだ 2, 2きちんと質問できてよかったね3ぼも経験あるよ慌てるよね